馬による人の輸送打賃馬かとは、近代以前の日本において、馬の背中に貨物や人を乗せて、輸送に従事する職業のこと。この職業に従事する人を馬尺あるいは孫、使用された馬をダバあるいはカバ、ニウマ、輸送料金を打賃と称した。日本では、古くから、馬は重要な輸送手段であった。人身の乱で拒兵した、大天王子が、宇だ評価において、 伊勢国から大津系に向けて米を運ぶ馬50頭を連れた行列に出会った巫女はその荷を下ろさせて馬を軍馬として挑発した。これは当時の政権が大規模な輸送を行う能力を持っていたことを裏付けている。律令制においては国士が軍事、富豪などの地方の有力者の馬をダチンと引き換えに挑発して年貢とに運ばせるのが主であったがやがて東国においては これらの2の運搬と安全を受け負う馬と呼ばれる、職業的に輸送に従事する集団が現れた。後に、他の地域でも農管機の農工場の活用のために、輸送に従事した農民などが輸送を専業としていく、例が増加することになる。鎌倉時代に入ると、機内においても、商業の活発化により、馬尺と呼ばれる、輸送集団が現れるようになり、室町時代には大和国八木に、 馬鹿の座が形成されたほか、各地に同様の職業が広まっていった。戦国時代には、戦国大名が、自らの輸送、通信手段を確保するために、輸送業者に対して、天馬や小児画などの義務を課して、それと引き換えに、打陣馬鹿の許可を与えるようになった。藤枝塾での積み荷の乗せ替え、江戸時代に入ると、江戸幕府と聖徳元年や諸藩が、皇帝打陣を定めて、 悪質な業者の排除に乗り出したほか、近隣の業者が連携して、輸送の効率化を図った。明治時代に入っても、依然として、馬による輸送が重視されて、陸運会社の結成が新政府によって奨励されたが、やがて鉄道の整備に伴って、水備の道をたどっていくことになった。明治期の状況に関しては、イザベラ・バードの記録、日本奥地機構に、女孫に関する記述が見られ、 山地がひどくて、馬が数回滑って倒れたことを挙げ、日本政府に対して、イギリスから装甲軍艦を買って、国を疲弊させるより、立派な道路を作る方が、物流の観点から不国につながるだろう胸の記述をしている。軍隊での兵艦輸送の手段としては、第二次世界大戦まで世界各国で残っており、第二次世界大戦で馬による兵艦輸送を行わなかったのは、 アメリカ軍ぐらいしかない。近代以前において、馬は最も重要な輸送手段であったから、優れた馬は軍事や行政用として用いられるのが常であり、輸送に用いられたダバは人を乗せて、速く走らせることのできない質の良くない馬であった。このため、転じて、質の悪い加藤の馬のことを一般に、ダバと呼ぶようになった。その昔、孫が離れた町の問屋などの依頼によって、 輸送をする荷物を依頼主の元まで取りに行く際に途中において他社の荷物の輸送を引き受けて打賃を受けることによって小銭を稼ぐことがしばしば行われた。このため転じて子供の買い物など簡単な雑用と引き換えにもらう小銭のことを打賃と呼ぶようになった。ありがとうございます。